はい、皆さんこんにちは。今日もバイクにどっこらセット乗っていますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。さあ、お盆休み真っ只中のこの日本の中で、またこの暑いバイクで今日は京都の三山ふれあい広場に走ってみようと思います。またかいというやつですね今日もよろしくお願いいたします。よし、ゴー。この京都のですね、三山ふれあい広場という場所はですね、本当にここ最近ちょくちょく行く、道の駅になるんですけれども、結構バイクも多くてですね、そこにいたらですね、スクランブラーのですね、フルカスタムをしたですね、おっちゃんがいてますので、声かけるとですね、非常に喜んでついてきますので、ぜひぜひお声かけてあげてくださいでは今日も行ってみようと思います。どうも。さて、今日のですね、動画の内容というのが、この48歳のおっちゃんがですね、この大型のスーパースポーツに乗って気をつけてることが、実はですね、ちょこっとですけれども何点かございます。そんなお話をですね、走りながら走らせていただこうと思います。これからですね、この大型バイクを取得しようかななんて思っている方にはですね、こんな素人のおじさんでもですね、こうちょっと気にしている点がありますので、参考の一つにしていただいたらと思います。車の多い場所で、まあ一番気をつけていることがですね、タクシーには近づくななんていうことを僕実は思ってるんですよ。皆さんね、車に乗っていてもそうだと思うんですけども、急にタクシーがパーンと前に止まったり、ね、急にピョン出てきたりすることございませんか。僕あれ結構ドキッとすることがね、実は結構あるんですよ。我慢で、後ろからね、僕らもドーンと行っちゃうと、やっぱりこちらの過失性がやっぱり上がってくると思うので、やはりタクシーにはね、近寄らないようにしてます別にタクシーの方をディスってるわけでは全然ないんですけれども、やっぱり怖いで、バイクっていうのはもう当然もうこの体がむき出しの状態なので、やっぱりね、この48歳になって事故りたくないんですね。こちらが、いいだろう悪いだろう別にして、やっぱり事故は起こしたくないので、タクシーにはできるだけこう距離を取るようには僕しております。まあ、それが1点ありますかね。そして2つ目はですね、すり抜けはやっぱり僕ね、しないです。もうあれはもう正直論外だと思うんですけれども、あの高速道路でも間ね、空いてるとこピャン行ったりするじゃないですか。ああいうのはね、やっぱり怖い。なので自分ではね、もうすり抜け関係はもう渋滞であろうが、もう必死でぐっとこらえる、熱い言いながらやっぱりこらえるようにしてます。まあ本当にね、48歳になるとね、やっぱりこう大型の SS っていうのはね、ちょっとやっぱり不安定なところがやっぱ若干あるんですね。なので基本的にはどんな車も車間距離を取って、で後ろから煽ってくるような車がいた場合は逆にも避けて、ですり抜けをせずにという走り方はちょっとね、学んでもらった方がいいかもしれません。それが2つ目になります。3つ目、まあ時々ですね、以前の動画を見ていただいた方には分かると思うんですけれども、やはりしんちゃんのあの筋トレ動画、どうもー。やっぱりね、年々年齢とともに体力は落ちてくるんですね。これはもうこれ致し方がないと思います。でもちゃんと筋肉トレーニングをしておけばですね、もうガチにしなくてもいいんですけれども、やはりバイクをコントロールする上で、先ほどの最初のバイクを押すところでもそうですけれども、やはり体力の維持ということはですね、ある程度でいいので
やっておいた方がいいかなと、わしはそんなん大丈夫やでって言ってる方も多いとおられると思うんですけれども、まあそういうのもありかなと。これ道間違えたな。ただ体力はですね当然衰えてきますので、最初にお伝えしたようなやはり筋肉トレーニングっていうのはちょっとね、散歩でもいいですから歩くようにするとか、そういうことはした方がまだなんとかなります。ただ視力だとか判断力っていうのは当然これやっぱり落ちてきてしまうんですね。だからこそ最初のすり抜けやタクシーとかそこら辺は安全マージンをしっかり取っておいた方がいいですよということなんですね。そして最後の3つ目、これは注意しているということよりもちょっとずれるんですけれども、すぐに行動に移そうと思っております。やはり今48歳、もう50ですね。皆さんど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 ん時間の流れって早く感じませんか？時間の流れって年を取るごとにすごく早く感じてきております。これからバイクを取ろうと思っている方、もしバイクを買おうと思っている方、新たなことをやろうと思っている方、ツーリング日本一周とか思っている方、もちろん先立つお金っていうのは当然重要なんですけれども、私の思っていることは今やれることはもうすぐにやろう、走れるときはすぐに走ろう、今挑戦できることはできるだけすぐに挑戦しようと思ってます。これがね、僕の3つ目の最大の、まあ、皆様にお伝えしたかったことなんですけれども、本当に今例えばね、この大型バイクなんかね、この大型バイクっていきなり取れる時代になったじゃないですか。私の若い頃は中型バイクを取って、ちょっと忘れましたけど1年ぐらい確か経験を積んで、それから限定解除というスペシャルななんか免許だったようなイメージなんですね。ところが今はいきなり大型バイクというのができるもんですから、ただこれからですね、やはりこの少子高齢化になった時にじいちゃんばあちゃん増えてくるんですね。そうなりましたら大型バイクの免許はもうちょっと難しくしとこうぜなんていう風に取りにくくなるかもしれないんですね。そういうことを思えば今取ろうかなって思ってることもうすぐに僕は行動に移した方が個人的にはいいと思います。そして年齢を重ねていくとどん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 時間のスピード流れっていうのは速くなっているので、 YouTube をやりたい、バイクに乗りたい、ドローン飛ばしたい、僕この3つがあったんです。なのですぐに行動に移して楽しんでおります。はい、このバイクの性能というのもですね、電子制御のサスペンション、タイヤのこの性能も一気に上がってますし、どん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 良い乗り物になっております。なのでこれからですね、何かを挑戦しようという方、ぜひぜひ思い立ったらできるだけやれる範囲で挑戦していたらと思います。今日はですね、深山に向かってるのにただ喋ってるだけです。いつもしょうもない動画で申し訳ございません。まあ参考の一つになったらと思います。あー、素晴らしい田園風景、最高。もうこの青い空にまっすぐの道、そしてバイク、もうこんなに一人で楽しめることってね、なかなかない。本当に走ることに没頭ができて、本当に嫌なこともすべて忘れて、ただ走るだけ、ただ曲がっていくだけ、これがどんなに楽しいことか。皆さんもしよろしければですね、ぜひぜひですね、初心者の方、僕初心者なんで、一緒にツーリングぜひぜひ行かせてください。そして YouTube の方コメントまたたくさんいただけましたらですね、返答が遅い場合もありますけれども全力で返させていただきますので、まだよろしくお願い申し上げます。今日も皆さんありがとうございました。ではバイバイ。